それは献金の感謝のお祈りを猛瀬鈴木牧師にお願いいたします日々の必要を主が備えてくださっていることありがとうございますまた霊的な祝福をも備えてくださっていることをありがとうございますただいま主からいただいたもの一部を主の前にお捧げいたしました 主の御用のために清めて用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人の上に、主の豊かな恵みと祝福と帰りみがありますようにお願いいたします。感謝してイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。あのこちらの方聞こえますか。 大大丈丈夫夫でですすね。ね、はい。こちらの方も大丈夫です、ねはい、であとインターネットの皆さん、よく聞こえるでしょうか、えー、と聞こえが悪かったらです,、ね、すぐ連絡していただきたいと思います。で最初にです、ね、あのオープニングムービーの8番目ができましたので、それを一緒に見たいと思いますので、えー、と準備の方大丈夫ですかね。えーと 電気を消していただいて、それではあのオープニングムービー、東京アンテオ協会のオープニングムービーの8番目です、ともに見たいと思います。 8番目であとはあのもう一つ来週ある予定なんですねあの期待していただきたいと思いますで、聖書を開きたいと思います、えー、第二歴代史20章の22節またかと思うかもしれませんけれどもあの第二歴代史の20章の22節を開きたいと思います 新化訳聖書をお持ちの方、2班の方は698ページになります。それではですね、第二歴代史20章、22節、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主は話、伏兵を設けて、ユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セール山の人々を襲わせたので、 は打ちかはまされたお祈りします愛政様、あなたが本年度の御言葉として、この御言葉を与えてくださったことをありがとうございます。あなたがこの御言葉を通して、素晴らしい計画をすでに備えておられ、この教会の働きにおいても、お一人お一人の歩みにおいても、この御言葉を通して、あなたが素晴らしい、良きことをなしてくださることを信じありがとうございます。今日もあなたに期待します。イエス様の名前によって祈りますアメン 改めて皆さん、こんばんは。んんはえー、と今あの、フィリピンチームが行っているんですね。それであの先ほどちょっとホームページの方に載っている、えっと、ブログをチェックしたらです、ね、やっぱりあのチームが、えっと、3つに分かれていろんな協会に行って報酬されているみたいですね。それでまあ、パウラー・キモト牧師が書いているチームがあれば、えー、エレミアチームというのはエレミア・宮下牧師。それから間近 チームっていうのもあってそれでどうも3つに分かれてまあ途中でまた合流したりとかそういうこともあったみたいですけども礼拝の奉仕も終わってあと間違いになったりとかそういうような形でえっとフィリピンに今チームが行ってですね8人の方が行ってますけれどもえっと奉仕をされてるんですねであの火曜,火曜日帰国ですけれども今日明日と奉仕が続,き続いてきますので,であの最後まで,ですねチームのためにお祈りを。 お願いいいしたいと思いますで特にダバオっていうのは実はすごく危険なところなんですね。で、あの世界でもすごく危険ないろんなゲリラとか、あるいは、まあ、あのキリスト教にあする、まあ、反対するようなこう宗教的なところも、そういうのも動きもあったりしてですね、で、殉教事験が起きたりとか、そういうことがもう起きてるところに行ってるわけですね。それと、えー、ともに、霊的な働きなので、サタンの動きも当然あるわけなので、 それを妨害しようとするそういうい動きもあるので,です、ね、あの祈っていくというのはすごく大切なんですね、それと、えー、ともに今、ブログにどんどんいろいろ今こういうことをやっていますとか、どんどん載っていくので、私たちもこうポイントをついてです、ね、お祈りをしていくことができるので、であの本当にインターネットの働きというのは、海外選挙の働きをこう変えていっているなというのをすごく、ね、あの感じていますで。このチームがですね、えーと 火曜日に帰国しますけど最後までこう守られるようにですねお祈りしていただきたいと思います。それでえっ、ー、と先週実はですねじはあの、えー、と一つの映画を見たんですねそれはどういう映画って言うとですねあの皆さんのジャスティンビーバーって知っている人どのくらいいますジャスティンビーバーいますねあのジャスティンビーバーえっ、ー、と 見た映画はですねジャスティン・ビーバーの「ネバー・セネバー」という映画ですね。ジャスティン・ビーバーとい,、ね、ーーいうのはカナダ出身の、えっと、ポップシンガーで男性ので17歳の、今やっと17歳になるですうえごくこう、えっと、ヒットしていて、それでですねツイッターのフォロワーがレディー・ガガに次いでジャスティン・ビーバーというか、すごい数がこうれ 注目してるんです、ね、それでその、なぜ見たかっていうと、2月8日から、まあ、ハリウッドチームっていう形で向こうの授賞式に行くんですけども、そのジャスティン・ビーバーの「ネバー・セイ・ネバー」っていう映画がです、ね、ノ,ミノミネートされたんですね、だから、事前に見とかないといけないんで、こう借りてみたんですね。そしたら、私はあの名前は知ってたんですけど、なんかすごくヒットしてるっていうか、なんかそういう若者だっていうかね、シンガーだっていうのは知ってたんですけども、えっと、結構、 えとひょっとしたらです、ね、ジャスティン・ビーバーはクリスチャンかもしれないんですね。というのはあの、お母さんが、えー、とその映画の最初のところに言ってたんですよ。お母さんが、えーとえー、とやっぱりクリスチャンみたいなんですね、それで、えー、と10代の時に、まあ、えっ、ー、に離婚してしまって、でそれで10代でこう子育て、まあ、ジャスティン・ビーバーを子育てになったってで。それはもうと,とにかく大変だったんだけれども、本当に神様の。 助けがあったと思うっていうことを最初に言ってるんですね。それでジャスティンビーバーがえっと2歳2歳の時ですね。そういうような椅子をですね、こうドラムガーディンこう叩いてるんですね。それでパンパンパンってすごいリズム感が良くて、でその動画が残っててですね。それでえっと彼の才能を見出したのは実は教会だっていうことをはっきりと言ってるんですね。教会がジャスティンビーバーの才能を見出して えとギターのコード、ギターの弾き方を教えた、教会が教えたし、それからドラムをこうバン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 ミニドラムを叩いてたら、それは才能があるっていうのをあの発見したので、教会がです、ね、そのジャスティン・ビーバーのために、そのドラムを買ってあげようということになってです、ね、それでなんかこう、チャリティーかなんかの募金イベントをあの教会がおこあのやってで、それでですね、ジャスティン・ビーバーはその時に多分 8歳ぐらいなんですけど、ドラムをたたいたんですねそれで。そしてお金が集まったその募金でジャスティン・ビーバーはドラムを教会からもらってで、それを一生懸命たたいたりとか、路上でたたいてたた、えー、いていったんですね。それでちょっと興味深かったのは、それをですねあの YouTube という動画サイトがありますね。それをこう載っけたらしいんです。それに載っけたら、それを見た、えっと、アトランタのプロモーターの人が、 これはちょっとすごいということでちょっとアトランタに来ないかって言ってジャスティン・ビーバーとお母さんにこうあのオファーっていうかそれを言ってで行ってからでそれであのまああのいろんなことがあったんですけれどもえと結局デビューすることになったんですねそれで最初はどうだったのかっていうとあ,のあんまり売れてなかったんですけれどもあのラジオ局とかなんかにこうどんどん 行ってでこう宣伝して行ったんですけれども途中からですねジャスティン・ビーバーは行くラジオ局ごとにでツイッターってありますよねツイッターで今度はどのラジオ局に行くっていうのをツイッターでこう言うようになったんですねそしたらそこにファンがどんどん集まってきてそれ40人とか100人とかどんどん集まってきてものすごくこうあのまあ,あのそういう人がファンが膨れ上がっていったってことですね。だからすごくこう イン,タインターネットの働き、YouTube とかツイッターとかも、そういうのもすごく効果的に用いてるなって思ったんですね。で、それで、まあ、ひょっとしたらですね、今度の授賞式、2月10日にあるんですけれども、えっと、クリスチャンだったら、ひょっとしたら授賞式の時にテートベアさんが招いてあの、歌ったりする可能性もちょっとあるので、今、聞いてるところなんですけれども、だからお祈りください。だからひょっとしたら、ねまあ、ステーービーワンダーも クリスチャンなんですけれども,でもひょっとしたらジャスティン・ビーバーもお母さんはやっぱりその映画の中でもお祈りしているところもあるしで周りのチームの人の中でもちゃんとお祈りをしているんですねだからクリスチャンの人がこう周りに行ってで本人もどのて、まあ、お祈りしているところもあったんですけれどもどの程度のあれかはよく分からないですけれどもちょっとクリスチャンの可能性もちょっとあるんですねそしたら、まあ、そういう方がですねやっぱり影響力はすごく10代の人にすごく。 影響力があるので、まあ、そういった方が、まあ、こうなんかこう、あの神様によってですね、神様の栄光のために持ち出していったらいいなと、ね、そういうのをちょっと思いました。それで、えー、っと、今や,やはりあのインターネットの働きっていうのは、すごくですね、海外選挙においても、あのすごいこう武器になってきたてよなっていうのを思います。 献金することと出ていくことという言葉が言われてたんですけれども、今はそれとともにインターネットを用いるということっていう、そういう言葉が本当にこう神様は語られています、それで先日ですね、見込み新聞にあの論説を書いたんですね、それであのそのインターネットの働きに関しては私、論説を書いたんですね、原稿を確か水曜日の朝に出したんですね。水曜日の朝に出して で水曜日の午後に編集なんですね、御声新聞、そしたらです、ね、私が出した時点では、えー、と確かあの、アンテオケ協会の、えー、と多言語が30何カ国っていうように書いて、私は出したんです。そして、あのその午後にですね編集があったんですね。で、出てきたのを見たら、ですねあの多言語の数が、ですね私は30いくらって書いてたんですけど、63に増えてたんんんんですねだからこうどん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 ですね。 あの数時間のうちにどん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 そういう安定おけの多言語の働きがですね増えていってるっていうねそれもなんかあのすごく驚きましたで本当にこう神様で神様が語られているのはいろんなこう多言語の働きとか英語のホームページを通してですねあの神様が技を成すとで海外選挙の働きもそういったこと側から開かれていくっていうように語られてますので ぜひですね、そのたたためにお祈りしていいいだきたいと思いますでその多言語を増やしたら、えっと、それまでは大体海外から20か国ぐらいのアクセスだったんですけども、えっと、先週は32か国からアクセスが始まったんですね、でその中には、えっと、私も国の名前も知らないようなです、ね、そういうような国からもアクセスが来てるんですね、中には、その福音をまっすぐに語ることはできないような。 リカもですね、アクセスが始ままってますだから本当に、選挙になっていると思うんですねで。具体的にその地に行って選挙をするということもあれば、こうインターネットを通してです、ね、いろんな多言語を通して、それを出していくということを通してです、ね、海外選挙を行っているっていう、そういう意味合いもです、ね、非常に強まってますので、ぜひです、ね、それをそのためにもお祈りしていただきたいと思います。それで見言葉に入っていいきたいと思います第二歴代史の20章の章 22節ですけれども、えー、これはあの本年度の御言葉なんですね。で、本年度の御言葉で、この御言葉が与えられて、2ヶ月ぐらい経ったんですね。で、えー、とその時点ですね、あのちょっと皆さんにお聞きしたいんですけれども、皆さんはこの御言葉に立って、どれぐらい神様のですね、技っていうのね。だから、えー、これはあのヨシアパテ、ユダの国がもう絶対絶命に、 こうもう死ぬかっていうところに追い込まれたんですね、実際の話です。で、その時に神様にすがって祈って、その時に預言者を通してのしえ、えー、予告の、えー、と預言があって、吟味して、そしてですね、ヨシアパテたちは信仰の歩みを出しあの従って踏み出していったんですね、それで賛美体を立てて、踏み出していって、そしてその前に書いている「主に感謝せよ、その恵みは常しへまで」と。 っていうようよに神様への賛美を敵の最前線で賛美を捧げたんですね。でその時にどうなったのかっていうとカエが喜びの声賛美の声を上げ始めた時だから上げるまでは何にも起きてないんですけど具体的に喜びの声賛美の声を上げた時に主が敵を全滅させたっていう話なんですね。で「この御言葉が与えないだ」っていう言葉は今年の私たちの歩みはあの。 ここういうよういいよなみになにっていくってことですねで一つ言えることはあ,のあんまり聞きたくない人もいるかもしれませんけど私たちは徹底的に追い込まれることがあるということですだからこういう御言葉が与えられたということは私たちの歩みの中でとにかく追い込まれてもう、まあ、窮地っていうんですかねもう本当にこう,あのもう追い込まれてどうしようもないような状況もう,こうダメだっていうねもう,もう助けてと。 もう,こう言わざるを得ない、そういう状況になるということですね、でただし、その時にヨシャパテ王たちのように、喜びの声、賛美の声を上げるならば、どうなるかっていうと、その中で神様の、神様がその問題を打ち破ってくださるっていう、そういうことなんですね。だから、えー、と2ヶ月経ちましたけど、どの程度皆さんがです、ね、この御言葉を気にしているか。 でもう忘れたって言ってもいいかもしれませんけれども、忘れたらまずい御言葉なんですね、こ今年最重要の御言葉ですので、ぜひこの御言葉に立って、ですねあの踏み出す、問題があったときに感謝を捧げ、喜びの声を上げる、前の人が言たらなんか驚くべきことか,かもしれませんけれども、でも、それはです、ね、神様への応答なんですね、神様に従うことなんで、これを、ね、こうなすっていうのはものすごく、 重要ななことなんで、すねでマーリンさんとですね、またあの今年もマーリン子供アメリカチームが、まあ、昔の言い方で言うと、マーリン子供アメリカチーム、今は感謝と賛美とリバイバルキャンプってなってますけど、3月26日からです、ね、3月31日なんですね。で、なんかあの、えー、と締め切りがですね、第1次締め切りが1月25日になったということなので、早めにね、あの絶対行くってもう決めてる方。 あるいは信仰でも行くという方はです、ね、あの早めに申し込んでほしいということをあの言われていますので、よろしくお願いいたします。で、マーリンさんが日本に来たときですね、秋元牧師と京都でお会いしたときに、私もあの、まあ、通訳でということで、そのときは多分四日市にいたんだと思うんですけども、行ったんですね。そのときに、秋元牧師が、これからますますマーリンさんの感謝と賛美のメッセージが重要になってきますねということを言われたんですね。でその後に あのマーリンさんが言われた言葉ってね、こうやっぱりこう忘れることができないんですね。で、マーリンさんは何を言ったかというと、そうだなと、これから反キリストが立ってくるとで、その時に賛美と感謝を知らなかったら大変なことになるって言われたんですね。これから反キリストが立ってくるんですね。でその時に賛美と感謝を知らなかったら大変になってくるって言われました。確かに、ね、あのもう目視録の、えー、と説明は 聞いてると思うんですけれども、関難時代は入ったところで、中東和平の締結ということは言われてますけれども、かなりこう近づいてきていると思うんですね、あの世の中見てもこの時やっぱりおかしいと思いません、例えばアメリカでね、ロムニーさんっていうね、モルモン教徒の方が共和党でですね、あの大統領選挙に出て、ですね勝ってるんですね、驚くべきことです、ね。ししかも共和党でしょ共和和党党でょっって言ったら そのバイブルベルトっていうように、ね、その聖書を土台としたそこの,その強い基盤があるところじゃないですか、ところがその共和党でロムニーさんが今、まあ、勝ち続けているというか、あのー、その予備選のところでも勝ってるんですよ、モルモン教ですよね、これはやっぱりこう考えられないことがあのアメリカで起きているので、やっぱりこうアメリカのためにもこう本当に祈っていかないといけないなと思っています。またあの 先週とかね、ホルムズ海峡が封鎖されるんじゃないかということも言われてねで、そういうことも言われて、中東の方もかなりきな臭く,く,くなっていますよねで、やっぱりこう、あるいはヨーロッパの方もまたあの、経済問題でかなり言えてますよね、で、それもやはりあの週末のね、私は印だと思うんですね、ヨーロッパがすごくガタガタ経済的にはガタガタになってきてるんですけれども、で、ガタガタになってきたら、 まあどこもそうなんですけどもねどういうことをみんな望むと思いますガタガタになってきたらそしてこう,うまくいかなくなってきたらやっぱりねこう流れとして強力なリーダーダシップを求め始め始るんです、ね、だってドイツナチスが出てくる前のドイツだってねこういろんな賠償金問題とかガタガタになっていってその中でやっぱりこうなんか それを打ち破るようなな強力なリーダーダシップを求め始め始ます,、ね、そうするとですねヨーロッパがガタガタになってきたっていうのは強力なヨーロッパから強力なリーダーシップが出てくる前段階になってきてるなとでそのヨーロッパの EU の方から強力なリーダーシップが出てくるっていうのは何かっていうとやっぱり反キリストと聖書は言ってますねそこから出てくるとだからそういうこの時代のねそういうのが近づいてるなっていうのはすごく思いますねでそうすると ハンキリストっていうのはもうこの時代にどこかにいるあのこの時代にいてでそれがやがて立ってくるわけですねでその時に私たちが賛美と感謝を知らないとですねマーリンさんが言われた通りですね大変なことになってくるわけなんですねそれでまあいろんな問題とかねここがどんどん出てくるわけですねでで生みの苦しみの始めとも神様は示してくださってますけれども日本にも東日本大震災、まあ、それは生みの苦しみの始めでもちろん これれから生み出出さてていいくくわけけななんんんでですすどもいろんな問題が出てくるんですその時にやっぱり私たちは神様からこう賛美と感謝を教えられてとていうのはものすごく強いと思うんですね。で自分だけじゃなくて周りの人がやっぱりその中でですね本当に確かなものとか問題に翻弄されている時ですねやっぱり賛美と感謝を伝えていくっていうのは非常に強いと思うんですね。で困っている人に対してでもこの中で賛美を捧げ感謝を捧げていけば でイエス様を信じていけば必ず逆転していくからって言って伝えることができるわけですよねそしてそれを伝えるだけでゃなくて実際にそれをまあ実践したらですねその人の人生のうちに歩むのうちに逆転が起きていくわけですねだからやっぱりねこれを教えられてるっていうのは賛美と感謝の礼を継承されてるっていうマリさんを通してですね神様が賛美と感謝の礼を私たちに継承してくださってっていうのはすごく大きなことだと思いますそれとともにですね 継承されているということがいろんなねマリーさんの本読んでたら分かるんですけども、マリーさんっていろんな問題ね、たくさんあの起きてきてるんですね、ある時はマリーさんが牧会してた教会ですね、マリーさん、追い出されて、公園で,です、ね、礼拝をしたっていう話も出てますけども、いろんな問題があって、ですねで新車が与えて、その旅行に出かけたら、その新車がこう落っこちて、でまあ、 車はもうだめになったけど、まあ、家族は全員無事だったとかね、なんかいろんな問題が起きてますね。だけど、その中で賛美と感謝は確かなものなんだということをみんなに明かしてるわけですねで。私たちもやはり賛美と感謝は確かなものであり、賛美と感謝をしていけば、ね、気休めじゃなくて、ですね神様が技を成すということをね、私たちはそれをもっと体験し、それを伝えていくことができるんですね。 あるところで牧会してた時に、あに、私は面と向かって言われたことがあります、あ,のあなた方は感謝、感謝と言うけど、ロボットみたいって言われたんですね、あなた方は感謝、感謝って言うけどなんかロボットみたいって言われた時に、私はえって思ったんですねあの、気休めじゃないんですね、感謝すること、賛美することは。感謝する時に、賛美する時に、神様がいかに働くか、逆転していくかって、皆さん、体験してますよね。 でえっと、まだ体験していない方はぜひ、ね、賛美と感謝をし続けてみてください。必ず神様がその中で逆転を与え技を成してくださるんですね。で、私にです、ね、感謝感謝と言ってもロボットみたいって言われた方は、ね、どううあの意外だったのはあ感謝を通しての恵みとか賛美を通しての恵みをあ体験していないんだなって思ったんですね。それはははすすごく残念ですねといいううのののクリスチャンの醍醐味っていうのは もう困難や、もうどうしようもないところからですね、そこからの逆転がやっぱり一つのですね、あのやっぱり神様を信じていることの醍醐味ですよね、でその困難な中で神様を褒めたたいていき、賛美していき、感謝していくとき、ちょうどこの吉田パティオたちのようですね、そのときにそれが気休めじゃなくて、神様が具体的に逆転を与え、技を成し、で問題を解決してくださるというのを、 聖書ででえてるんですねべてのことについて感謝しなさいとも聖書に書いてますけれども、また、土書の8章28節に書いてるように、であの主を愛し従っていくときですね、神様はすべてを働かせて、駅としてくださるって書いてます、すべてですね、すべてっていうのは全部ですね、だからあの私あの、思うんですけれども、いろんなことがありますよね、生活の中ですごくいいこととか。 まあまあいいこと中くらいのこと悪いこととかねもう最悪っていうねもうそういうことを見た目にはいろいろ起きると思うんですね。だけどどうなのかっていうと全てを働かせて駅としてくださるっていうことなのは,これは全部がですねこう駅に変わっていくわけなんですね。こう駅になるわけですね。こういうことですね。 そうするとね、どうなのかっていうと、ね、あの全部駅になるのに決まって、家様を信じて従っていけば、全部駅になるのに決まってるわけだから、最悪と思ってることが多い人の方が、実はあの資産を持ってるってことじゃない、あの皆さんも貯金とかねあの、銀行預金があったら、ちょっと嬉しいなって思ったりするんじゃないですか、あるいはポケットの中にたくさんお金があったら、ちょっと嬉しいなって思うかもしれませんけれども、でも、この原則からいくとですね、実は今ね、 ももう最悪だっっって思って思いるる人がひょっとしいるしたらかれませんでも最悪だっていうのがあれも最悪これも最悪って思っている言葉がたくさんある人ほどですね実はたくさん祝福される可能性があるんですなぜならば全てを働かせて駅としてくださるって書いてますからだから全て駅だったらまあ最初ぐらい益あのいいことだったらあんまり変わらないですねで大体変わるのは最悪って思われる言葉を通してね最高の言葉が 起きてくるんですね例えば、秋元牧師が今回、今、フィリピンに行かれてますけれども、ことの起こりは、アメリカのビザがそのすぐに取れなかったということにあるわけですね、でそれによってどうなるかというと、出版の働きが進み、あるいは秋から新しい働きが始まるということで、どうなるかというと、海外選挙もザンビア、マレーシア、ヨーロッパ、それから今、フィリピン、で来月はえっとミャンマーとか、どん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 進んでいってるわけですね。 だからどうなのかって、一見ねあの、悪そうに思えること、あるいは最悪と思えることを通して、もう神様はそれも駅に変えることができる方なんですね。だから、今、見た目でマイナスと思っている言葉を、たくさん持っている人ですね、あの金持ちって言ったらあれですけれども、あのすごくね、実は祝福されているんです。だから自分はなぜこんなにひどいことが多いんだって言って,いる,あの言っている人がいるかもしれませんけれども、その人はものすごく祝福されている。 なぜならば、イエス様を信じて、従っていけば必ずすべてを働かせて、駅としてくださるわけですから、全部駅になるわけですね、全部駅になるならば、ね、マイナスと思っているのをたくさん持っている人の方が駅になった、変化のね、この違いってね、よくありますよね。私もあのクリスチャーになってから、いろんな人がですね、あの人がこういう問題になって、あの人がこういう病気になって、あの人がこういうことになったっていうのを聞いてきました。 でその時です、ね、最初の私の反応っていうのはねあ,あ大変だなとかねこう思ったわけですね祈ああわないといけないとか大変だなと思ったところが大体そのああいう問題があってこういうことがあってこんな大変だっていうのを聞いた後で,ですねなんかその人をですねちょっとしたです、ね、ものすごく祝福されてたわけなんですねそれでやがて分かってきたのはそうか神様の祝福の仕方っていうのは最初は 一見悪そうに思えることを実は許して、それを通してあの神様がこう逆転させて祝福しているっていう方式なんだっていうのに気がついてきたんですね。だから、あの賛美と感謝っていうのは、私たちをです、ね、守るだけでなく、私たちを祝福し、また私たちがこう一般に対してもです、ね、こうあのイエス様を伝えていくっていう、そういう、ね、大きなポイントになっていると思うんですね。昨日あの東京のです、ね、ある その地下鉄のです、ね、駅であの電車を待ってたんですね、そしたら目の前に大きな映画の、ね、宣伝のこう看板があったんですね、それで,です、ね、をあの,何の映画かなと思って見てみたんですね、そしたらです、ね、制作葬式、まあ、言いませんけど、あ,のある信仰団体のですね <laughs>、なんとか算定、なんとか。 王なんとかさんっていう人なんですけれどもその人でなんかアニメ映画なんですねでえって思いましたねあのー、その要するにサタン側もねそういう映画を通しての殿堂しかもアニメーションを通しての殿堂っていうのをねこうでしかもねその内容をよく見てみたら下の方に「予言について」とかなか書いてるんですねまあそれはあの誤ったあの誤りの予言なんですけれどもだからそういう意味でサタンもやっぱり「 ポイントをついてですね、そういうようなことはも話してます。だけど私たちはですね、この賛美と感謝を通しての神様の働きっていうのをですね、実はこれからですね、この年は特にこう見ていくことになると思うんです。ですので、この何か問題があったときに、実際にその中で喜びの声を上げ、賛美の声を上げるってことですね。で、すぐにできないと思うんですね。すぐにできる人はあの素晴らしいです。だけれども、すぐにできなくても こうやっていくってことき、ね、で,ですね、やっぱりこう逆転が起きるんですね、私もあの何回か話さないといけないことが最近あって、そのときですね、もうとても話すべき状態じゃない、何を話していいかも全く分からない、そういうような状況のときがあったんですね、ところが、その前に、まあ、安らぎの歌だったんですけど、賛美したときにあ、なんかこう、話せるようになったっていうかね。でやっぱりあ この遠いりだなと思ったの喜びの声、賛美の声を上げたときに、上げるまではもうだめだと思ったんですが実際に賛美の声を上げ、また喜びの声を上げたときに、神様が働いてくださったなって思うんですね。で、このことを今年あの神様は語られてるんですね。ですので、ぜひですね、この喜びの声、賛美の声を上げるってことをね、覚えていただきたいと思います。で、今度は2月6日に、准教聖会がありますけれども、でも考えてみると、 あの26世人の特にあの西坂でですね、えー、とルドゥビコ茨城とアントニオが、ね、十字架につけられたときに、死を立てでですかね、あの曲をこう賛美したんですね、でその時に、えー、ときにその歌声が西坂の,その周りにずっと響いて、そしてですね、そのときに集まってた人々も一緒にその賛美をしたということですね。それで えっとその時に深い臨在が救われたんで、3000人ぐらいとかですね。その時にこう集まったってことを言われてるんですね。で考えてみると、あのルドヴィコ茨城とか26星人の後、アントニオ彼らもですね。賛美隊としてですね。十字架につけられた時にですよ、ね。彼らは喜びの声を上げ、賛美の声を具体的に上げたんですね。その時に素晴らしい美技が起きたんですね。あの26世。星人なぜ長崎で。 この貼り付けになったかというと、あの秀吉がね、見せしめのためだったんですね。で見せしめのために、引き回して、長崎、あの外をじっくをした、長崎を来せっていうことになったんですね。で、そうすれば、信仰をみんな捨てるだろうと思ったんですね。ところが、実際起きたことは、何かというと。むしろ、その彼らの殉教を通して、多くの人がですね。自分もクリスチャンだって、隠れキリストだった人が、名の入れて。 来たってことですね。で小さなリバイバルが起きたってことも言われてます。でこれなんかそういったのを聞きながらもですね、なんかリバイバルと賛美や感謝っていうのはね、こうものすごくねつながってんじゃないかなって思います。またあの使徒行伝の16章の中でね、あのパウロとシラスがこうあの占いの殿に仕えた女からこう悪霊を追い出してですね。 無たて牢屋に出会いますねで彼らがね、何をしたかっていうと、首都行伝の16章の25節にこう書いてます。真夜中頃パウドとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き切っていたと。で真夜中頃パウドとシラスが神に祈りつつ、賛美の歌を歌っている。だから具体的にそのねまに、ねまあ、痛かったと思いますね、痛かったところではない。 もうズキズキしてもう大変だったと思うんですけどもでも彼らはその時になんでこんなことになったんだというつぶやきではなく祈りつつ賛美の歌を歌ったんですねでその時どうなったかというと神様の技が起きたんです他の囚人たちも聞き切っていたそんなことありえない話です真ん中頃です普通はうるさいやめろっていうのがまあこう関の山っていうかそういうことだったと思うんですねところが あの囚人たちが聞き入っていたというのは、明らかに神様が働いたんです。で、賛美と感謝を捧げたときですね、具体的に捧げたときに、どうなのかというと、パウトシラスがしたときも、そのときに神様が具体的に神様は技をなし、その後ね、感謝と感謝の家族も全員救われて、洗礼を受けたと書いてます。技が起きるんですね。こ,れこういったこれ以上のことをですね、神様はなしてくださいます。ここのの年です、ね、特にこの言葉は賛美と感謝 喜びの声を上げること、感謝を捧げること、賛美を捧げることをられています。というのは、私たちがそれをなすときですね、もう神様が私たちの思いとかそれを超えて、ですね素晴らしい働きをなしてくださる。今、いろんな賛美体がいろんなところに行って、その中で素晴らしい宮沢が起きているのを聞いています。でも、まだ始まりぐらいだと思うんですよ。これからもっと大きなことが、もっと素晴らしい神様が起きていくと思うんですね、各賛美体を通して。それとともに 神様が言われているのは、あなた方は賛美体ですって語られているので、あの皆さんも私も,です、ね、もう賛美体なんですね。だから私たちがそれぞれの生活の場において、職場において、また奉仕とか働きにおいて、その神様に賛美を捧げ、また喜びの声を捧げていくときですね、神様が備えた素晴らしい皆さんを、ね、今年度見ることができます。だだかからまだまだそこまでやってなかったなっててななたいうのが、まあ、正直 あの私も、あそ,もうそこまでできてないなって、正直思うんですけど、皆さんの中でもう徹底した、やったっていう人もひょっとしたらいるかもしれませんけど、まだまだ全然やってなかったっていう人はですね、あの一緒にですね、徹底してですね、この年ですね、このみ言葉に立ってですね、もう本当に毎日ですねあの、この喜びの声を上げ、賛美の声を上げ、また感謝の声を捧げていくってことがあるね、ぜひしていただき,、えー、行きたいと思います。その時ですね この1年を通してね。すごいことをね。神様がですね。きっと成してくださると思います。お祈りします。はい、様。あなたが今年度の御言葉として、大歴代史20章のえ20章22節のえ、彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めた時に、神様が敵を打ち破ったという素晴らしい。この御言葉を与えてくださったことをありがとうございます。今年度が始まって2ヶ月経ちました。けれども。 また、本当にこの御言葉に立った信仰の歩みがあほとんどできてなかったことを許してください。ぞ今年度、どうぞあと10ヶ月ありますけれども、どうぞこの御言葉に立った信仰の網みを、どうぞ日々、私たちがなしていくことができるように助けてください。またそれを通して、神様の素晴らしい目合を共に喜んでいくことができるように助け導いてください。イエス様、名前によって祈ります。アメンそれでは癒しのためにお祈りしたいと思います。最初は短くお祈りします。 罪がある方はです、ね、その罪をです、ねえー、と神様の方に告白していただきたいと思います。ともにお祈りしましょう。愛妻様、どうぞこれからのお祈りの時、えー、と悔いのためをまず祈りますけれども、どうぞ豊かに満ちてください。それでは、えー、癒しのためにお祈りしたいと思います。 具合が悪いところがあれば、そこに手を置いてくださるなり、あるいはどなたかの取りなしをしたい方は、その方のことを覚えていただきたいと思います。お祈りします。愛するイエス様、あなたがエフォバラファー、癒し主であること、ありがとうございます。主は今日も生きておられ、あの聖書に抱書えている同じイエス様が、この場所に満ちておられ、そして癒しをなしてくださることをありがとうございます。どうぞ一人一人の病んでいるところに、主が今、触れてください。 主の癒しをなしてください。主が今触れてください。主が今触れてくださり、あなたの癒しを表してください。イエスキリストの皆によって、この病を死ばん。イエスキリストの皆によって、病を今癒されよ、今癒されよ。イエスキリストによって今癒されイエスキストによって今癒されよ。またこの精神的な病に命ずて今癒され4。イエスキースる今癒されよたこの肉体の病に見えず、る今癒され、よ。今癒され、よ。 おなかが痛くてこう脇腹の辺が特に痛いってその方に今死が増えてくださってます。その癒しを受け取っていただきたいと思います。またこうなんか目からのこう涙が出てしょうがないってその方に死がこう今増えてくださってます。 また、背中が痛くてこうずっと続いているという方に死が今、増えてくださっています。エースキリス様や皆によって、その背中の痛みに命ずる、今癒され、4。背中の痛みに命ずる今癒され、4。今癒されよ、4。天様、あなたの癒しを感謝します。今、一人一人にあなたが触れてくださり、またあなたの癒しを感謝します。感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメンそれでは、賛美の時を持っていきたいと思います。